株式会社クリスプの、宮野と申します。よろしくお願いします。私たちは、都内にクリスサラダワークスという、サラダの専門店を14店舗、アーレピザという、カスタムピザの専門店を1店舗展開している会社です。でサラダに関しては、まあ、サラダというと、どうしてもこういやいや食べるとか、しょうがないから食べるっていうイメージが、多かったと思うんですけれども、まあ、美味しくて食べるとか、ごちそうになるようなサラダっていうのを、日本でこうもっと広まるように、頑張っておりますのでよろしくお願いします。今回お伺いしたのは株式会社クリスプの宮野社長。記事では飲食業界におけるテクノロジーの導入についてや現状を鑑みて行っている医療従事者へのキャンペーンなどについてもお話しいただいております。詳しくは概要欄から記事をご覧くださいませ。それではまた次の動画で、バイバーイ。